私は朝に弱い。ああ、めんどくさいなあ。髪を整えないといけないし、朝ごはん食べないといけないし、侍女たちがいるから部屋から外が気が抜けないし。はあ、こんなキャラさっさとやめたい。さて、今日もフェイストレーニングしましょうか。気が緩んでいるんじゃないの？できて当然のことを自慢げに話さないで、程度が知れるわ。程度の低い頭を下げられても勝ちなんてないわよ、芸能。よし、今日もいい感じ。威厳をしっかり持って今日も仕事しないとね。よし、しっかりやるわよ、私。勤務が終わったら映画を見よう。楽しみがあれば頑張れる。ダン様、おはようございます。今日もいい仕事日和ですね。あれ、なんでそんな嫌そうなんですかね。気分が冴えませんかね。やかましい奴が朝早々に目の前にいるんだからそういう顔にもなるわよ。ラル様、次は何をしたらいいですか？私精一杯頑張ります。ジェイクとの組織論。人は勤勉と怠慢、利口と愚鈍の4つの要素で大別できるって話知ってる。何ですか、それ。いわば組織を作る際、4つのタイプの人間がいて、そのタイプごとに適した役割があるって話。そうなんですね、私全然知りません。勤勉とはやる気のある人、怠慢はやる気がない人、利口は賢い人、愚鈍はバカって捉え方の方がいいわね。賢くてやる気がある人は参謀、賢くてやる気がない人には指揮官。当然ですね、賢いんですから。じゃあ問題、バカでやる気ある人と、バカでやる気ない人、どちらが必要ないと思う？そりゃバカでやる気がない人ですよ、才能がないならせめて努力しないと。答えは、バカでやる気のない人には現場職、バカでやる気がある人は組織に入れてはならない、よ。そうなんですね、でもどうしたんですか？今のあなたの行動はバカでやる気のある子の行動ってわけ。なんで朝から私の部屋の前に立ってるのよ。それは侍女の仕事でしょう。男子だけが私の武器ですから。はぁ、この子の教育には時間がかかるわ。はぁ、退屈。組織が出来上がってきたから私は指示してある程度現場の視察をしたら終わり、楽になったものね。あの子はあの子でやる気はあるのだけど、危なっかしすぎて一人しかいない直属部隊の子だけど、上の立場なんてとてもじゃないけど任せられない。ラら、もう勉強は大丈夫よ。勤務時間終わったから帰りなさい。いえ、無能の私は努力でみんなに追いつかないといけないので。ダメ、時間は守りなさい。私は時間を守らずに努力する子は評価しないわ。過度な努力推奨にしたら組織がどんどん時間を守らなくなって、時間外労働をするのが利得とか言い出したりするんだから。はい、わかりました。焦らなくたって最後まで面倒見てあげるわよ。勤務外はしっかり気を休めなさい。いいわね。はい。部隊の面倒を見なくなったけど、その代わりにこの子の面倒を見るようになったからある意味退屈とは言い切れないわね。それでは先に帰るわ。あなたも長居しないように。今から別件で用事があるのよね。うんうん、結構様になってきたわね。これなら上級神クラスの弱い子くらいなら近接でいい勝負できるんじゃない？戦えば戦うほどラル様の硬さが身に染みるわね。能力で防いでるはずなのに、私の原始支配で消えないなんて。でも1年前に比べたら強くなったわ。私もシールドの層を何重にしてるもの、能力を使わない班ではあるけど。逆に言えばラル様に能力すら使われないほど弱いってことでしょ。オーラだけでしのがれるんだから。鉱石、消費は大きいけど全面防御に特化したオーラ技術。私はこれをとことん極めてる。能力じゃなくてもオーラ技術を極めるとはこういうことなのよ。オーラの基礎は、線、効率を良くする、性、気配察知の、心、逆に気配撹乱の、等、身体回復の、気、オーラ高度を上げる、壁、情報を見る、弾、爆発的に火力を上げる、強、応用技術で、等、心、弾、で効果範囲を広げる、脈、性、壁、脈、で武器や接触物の連動を上げる、連、せっかちゃんにとって相性がいいのは、性、連、だけど、連、習得には、脈、つまり結果的にかなりの技術を覚えないといけなくなる。とりあえず、連の習得と熟練度の向上を目標にしてきたけど、やっとこの1年で、連を覚えた。まだまだオーラ技術はたくさんあるからどんどん覚えて強くなろうね。簡単に言わないでほしいな。やっと覚えたくらいだよ。これもラル様から見てもらってやっとなのに。時間はまだまだある。今の私でも扱えない技術、まだ発見されていない技術はあるくらい奥深いもの。せっかちゃんがそのオリジナルを作れば神回でも屈指になれるかもよ。オーラに関してはパトの方がすごいし、私は無理かもな。へぇ、せっかちゃん、もうそこまで強くなったのね。最初は弱い子はどうなの？って思ってたけど、ポテンシャルが高い子を教えるって悪くないわね。
今の帝国従属の子は能力はすごくても戦闘は空っきしの子がかなりいるからね。戦が扱えない子がいた時にはかなりびっくりしましたね。そういう意味で言えば戦闘訓練は必須なのよね。軍事力を求めるなら特に必要だと思うわ。ララもただ覚醒しただけの子だし、あの子も後々付きっきりで教育してあげないとな。ラル、教育が楽しくなってますね。そうね、別に面倒を見るのは嫌いじゃないのよ。ただ使えない子が使えないままいるのが気に入らないだけ。帝国にも教育機関が整いつつあるみたいだし、それはことかちゃんとメリア様に任せましょう。たまにはパトさんのところにも顔を見せてあげてくださいよ。護衛側近はちゃんと続いているんですからね。それもそうね、パト様はどう？強くなった？能力の見解と、戦闘スキルは格段に、特にオーラに関してはやはり添付の才を持ってるわ。大体すぐできる上に1週間もあれば相当な熟練度よ。最大オーラ量が私たちに比べて少ないのが難点だけど。連、だってたったの1週間で習得したし、その他の応用である、合、白、溶、解、形、も習得済み。そもそれにちなんで習得済み、オーラ技術だけなら最上級神と同格なんじゃないかな。普通にすごいわね。同じ1年でもせっかちゃんは、レンの習得と、レイの熟練度を上げるので精一杯だったのに。久しぶりに私もパト様と戦ってみようかしら。以前は全然だったけど今なら私も少しびっくりするかもね。今日は何の？今日は昨日の映画の続きを見るの。次でシーズン19、45まであるから早く追いつかないといけないの。あのシリーズ人気ですからね。1週間で1作品作られるくらいだしね。ブラックラブには感謝ね。ふわー。さすがに眠たい。2作品連続は飛ばしすぎたわね。明日も早いのに。はぁ、そういえば最近パトさんとお出かけしてないな。以前は何度か一緒にいたのに。私もいい加減任務以外でアプローチしないとな。でも勇気でないんだよな。スピー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 、何よ、うるさいわねー。私に直通、国家転覆でも起きたのかしら。嫌味だけど。ラル、また研究所爆破しちゃった。直してー。なんで深夜に仕事してるのよ。規律守りなさいよ。100歩譲ってやるのはいいけど私に電話してこないで。今すぐ、僕、やる気と調子がいいのに、薬品配合ミスっちゃったの。ミスは成功のもと、早く早く。というかなんで自分の直属部隊に言わないのよ。私じゃなくてもいいでしょ。夜遅くにごめんね。でもラルじゃないとどうも気まずくて。私でも気まずいって感情持ってほしいわね。さすがラル、復元させたらお手の物を。せっかくだしゆっくりしていってよ、おもてなしするから。別にいいわよ、とりあえず寝るわ。はぁ、次からは夜に呼ぶのはやめてよね。体がきついわよ。あ、もうダメ。もう2時間しか寝れないけど寝ないと無理。明日は仕事に問題ないなら早退しよ。きつすぎる。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。